はい、ガッツさんです。今日はですね、また私の妄想の話をしたいと思うんですが、皆さん、影抹茶屋っていう、影抹という言葉をご存知ですか？そう。まあ、言うほど私もね、詳しいわけじゃないんですが、修道といえば、わかりますかね？歴史好きの人とか、まあ、庶民の歴史とかね、日常的な江戸の歴史とか、戦国時代の歴史とか、詳しい方は、修道とかっていうこと、影間とかいう言葉は、もしかしたらご存知かもありませんが、その、現代版影抹茶屋の、お話をなんか書いてみたいなと、今日はなんかそんなことを思ったんですよ。で、まあ、実際に、行動するかどうかはちょっとわかんないですよ。行動するかどうかわかりませんけど、なんか、そんな、こんな話にしたいな、みたいなのをちょっと、動画に残してみたくなって、動画撮ってます。まあ、前回の動画と、着てる服一緒ですけども、撮影したのは、日にちがあるので、着替えてます。洗濯もしました。はい、いきなり修道とか、ゲマというお話が出てきましたが、これからお話しする内容は、私がウィキペディアで見た程度の情報なので、本当に正しいものかどうかわかりません。そう。なので、影マストとか修道を詳しく知りたい方は、そちら、ご自身でネットで調べてみてください。では、お話していきますが、まず、修道っていうのは、戦国時代からあったもので、男と男の関係ですね。性的な関係。まあ今だったらボーイズラブとか、BL とか、まあ、そういった類のものですが、まあ、まさに男と男の関係ですよね。男と男の関係。というのは、戦国武将、有名な戦国武将も、身近に男の子を置いて、男色に走ってた方もたくさんいらっしゃるというのが、まあ歴史の史実として残っているんですが、まあ、本当かどうかっていうのは、まあ、上杉謙信公が女だったっていうのと同じぐらいちょっとよくわかんないところあるんですけども、修道というものがあったことは間違いないんです。で、修道というのは、戦国時代、戦場に女性を連れていけないので、やはりね、殺し合う戦争となれば、やっぱ、テンションも上がるわけですよ。そうすると、下半身の方にも血が昇っていて、まあ、やっぱ、そんな感じなんでしょうね。そんなわけで、女性を、戦場に連れて行けなかったので、故に、男同士の関係っていうのが広まったって言われてますが、もしかしたらね、私は明治以降、キリスト教とかね、西洋文化の影響で、修道とか男性同士の男色とかが減っていったとか、いろんな通説がありますが、もしかしたら、日本っていう国はそこら辺に関して、性に関してはすごく元来、柔軟な、お国柄だったんじゃないかなと思ってます。まあ、どういうことかというと、やっぱり予売文化っていうのが、農村にずっとあったわけですよね。はい。まあ、予売に関しても、今回予売ってどういうものかっていうものを、まあ、具体的にお話ししませんが、そういうものがあったん、そういう文化として、やっぱり元来、この国は、性文化に関してはすごく寛容な国だったような気がします。まあ、その中で、修道っていうものは、戦国時代から文献に残ってまして、と言いつつね、もしかしたらもっと古い時代からあったかもしれませんけどね。まあ、そこで修道っていうものがあったんですが、江戸時代になると、修道というものが、やっぱり女性を抱くことができない方中心に、例えばですね、お坊さんとかですね。お坊さんとか、まあ、ハイクラスの人たちの、高尚な遊びという感じで、男の子、若い男の子を抱くっていう、うん、まあ、
遊郭の男性版みたいなね、影抹茶屋というものがあったんですって。はい、まあその影抹茶屋っていうもの、まさにあの影間っていうのがあの男性に抱かれるっていう感じなんですけども、まああの今でもね、男性に抱かれる性風俗ってやっぱあるわけですよ。はい、そう、ちょっと名前忘れちゃった、忘れちゃったんですけども、私ね若い頃そういうところで働いてみたくて、あの履歴書送ったことあるんですけども、なんかね落とされちゃって、はい、私はそういうところで働いた経験が残念ながらというか、いや私的には残念なんだけど、あの経験ないんですないんですが、まあそういった影間茶屋っていうものが昔江戸時代にあって、そこで遊ぶっていうのは庶民ではなく、ハイクラスの人たちの高尚な遊びだったっていうものが、っていうことが今の時代に情報として残ってます。で、冒頭に話しましたが、私なぜかこの現代版影間茶屋みたいな、お話をなんとなく書いてみたい気分になったっていうことを、お話してましたが、それが小説なのか、舞台劇なのか、シナリオなのか、映画なのか、はたまた、ただただだらだら喋りたいのか、それはちょっとわかんないんですけども、なんとなくこんな妄想なんですよっていう話を次はしたいと思います。とりあえず、ガチャンでした。次回、私が考える現代版影間茶屋のお話、こんな話を書きたいんだっていうことを、お知らせしたいと思います。またね。